を背負っているんだろう。信じろ誰だろう。何を読んでいるんだろう。信じろ誰だろう。何をした人なんだろう。信じろ誰だろう。どこへ歩いていくんだろう。なぜかムーンウォーク出てきた。しかもあんまりうまくねえ。何を考えているんだろう。どこへ歩いていくんだろう。この銅像のことです。金次郎がどうかした。撤去するって話が出てるらしいじゃないですか。生徒会では可決しそうだって。サッカー部が言い出したのよ。こんなものがあると練習に邪魔でしょうがないって。運動部はみんな賛成したの。文化部はおおむね賛成。道徳的で古臭い。第一、歩きスマホは禁止なのに歩き読書してるのはおかしい。子供ん時から変わりもんだろう。金次郎変わりものだろう。父ちゃん譲りの勉強好きで子供の頃から本読んだ。百姓の学問必要ねえ。おじきにきつく止められた。身分の金も取り払ってよりよき方へ迷わず進めば皆が幸せになる。皆が強くなる。どうだ、やってくれないか。失礼を承知で言わせてください。殿に惚れました。いや、私はそういう趣味は。いやいや、そういう意味じゃねえんです。そのお心の大きさに涙が出そうです。そういうことなんです。今までやったことねえことでもちょっとでも良くなることなら迷わずやろうってことなんです。考えるんです、働くんです。決して諦めちゃいけねえ。そうすれば無理が無理じゃなくなるんです。みんなが幸せになるんです。銀次郎は、私もお前に惚れたよ。綺麗なことばかり言うやつが嫌だ。綺麗なとこばかりじゃないさ。ラケットばくちで目覚めよあんたのダッサイ。もうおめえの言うこと聞かねえんだよ。なんだと。いらんことはするな金次郎。いや、しかしもう田んぼは作らんでいい。作っても人の数が足りんだろ。いや、そこは工夫でなんとかなります。俺はここへ来てもう5年です。2年目までは良かったが、一昨年去年と天気が悪くて思ったほどには米ができなかった。だから今年こそみんなで決まって。あんたの都合で生きてんじゃねえんだよ。私たちは結局おめえは自分で手柄あげてだけじゃねえか。違う、俺はみんなが心安らかに暮らせるように。どこが安らかだ。ナミ。はい。おめえがいてくれて助かる。一人でこの仕事はできねえ。おめえがいて愚痴聞いてくれて、弥太郎がいて一緒に笑って、それだけで助かる。ありがとう。何言ってんですか。当たり前でしょ。当たり前がいいんだ。当たり前が幸せなのさ。俺はみんなに当たり前の暮らしをさせてやりてんだ。愛しき人がいることが私を励ます。心細い世界でも前へと歩き出す。耕してやりゃ野菜が育つ。これは土の理屈
だろう。草履を片っぽずつ落とせば拾ってくれる。これは人の理屈だろう。人の理屈も土の理屈も川の理屈も空の理屈もある。そういう理屈が一つになればなんだかいいなと俺は思う。それを知りてえな。その理屈を使って俺が働けばみんな幸せになるんじゃねえかと俺は思う。人も銭も土も川も空も喜ぶんじゃねえかと俺は思う。そういう人になりてえな。そういう人になりてえな。俺はこれから何を